係着々と更新してくれてます。今10個ぐらい投稿してます。いいね。 SNS 係です。今日のインスタライブ見てもらう目標人数100いけるっすかね。みんな見てください。今日後日あげます。小江くん、サワとメンバー入りやけど、やってくれそうっすか。出るんかな。出るんか。できやな。緊張してるから。いや、まあ時間少なくても使いたいね、使いたいね。間違いない。そのためには。楽しみ。早めに点差広げてね。それか0-0の均衡したところで使う。ラッキーボーイ。おもろい。おもろい。ね、チームとして使えたらでかいしね。ほんまや。層が厚い。まあ期待やね。注目選手は願望でいいですか。うん、願望はやっぱ浩平君。わあ、確かにね。なんかパッとせえもんな。そのあんま言えないんですけど、家族も見てくるんですよね。そういうのも含めて点取ってほしいですね。もうちょっとそれ。いいよ、勝ちよ、勝ちよ。せーの、よっしゃ、勝ちよ。We'll be right back.
ぱまあコンディションが、あまり良くない選手もいたので、最低限のプレーができるそこの位置を高めれるように、この選手層も熱くなってきて危機感を覚えていかないといけないと思うので、もう練習からアピールし、この次の2位のガットが本当に大事になってくる、まあ、練習からやっていきました。勝ったのは勝ったけど、やっぱり内容的には正直あんまり良くなかったと思うし、その辺はやっぱり自分でしっかり8割、まず8割コンスタントに出していくのは絶対チームは勝てると思うし、で、まあ、チャンスも次の試合他の選手たくさん出てくると思うし、メンバー外の選手もチャンス取ったらと思うし、しっかり本当にチーム内に競争して次の練習からやっていきましょう。仲直り。